ありがとうございます。ありがとうございます。なんもないですよ。いや、あるある。いや、ない。あれ大丈夫やった。どれ？柳の顔パン。いや、やばいっしょ、あれ。あれ、あの試合で一番痛かったっす。あのシーン。あれはどこが当たったの？いや、柳のどこが当たったかわかんないですけど、俺のここら辺。負傷感で。事故っす。集合集合。柳集合。事情聴取。事情もそうないっしょ。あれはもう見た通りっしょ。あれどこが当たった？はい。どこが当たった？何ですか？柳の。当たったの多分俺のこの辺りかな。涼介が顔からこうできたからここで当たって。涼介は向かいに。そう、涼介がちょっとなんか当たりに来た。ヤナ君から言ってました。涼介の点できない。シミュレーション。シミュレーションじゃない。あの当たった後の涼介のさ驚いた顔よ。あれやばいよ。あやさん、これよ。リアル30回見ました。いや面白かった。面白かったさあれは。多分今年一笑ったかもしれないです。まあどんどん使ってください。ありがとうございます。よし。よし。ナイスゴール。ありがとうございます。いや結果でしたね。はい、良かったです。まだ決めれたシーンもあったんで、そういうところをこれからは決めれるようにしていけたらいいかなと思います。まだまだ期待できますね。頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。おはようございます。いいスタート切れたと思うんで、今週もみんなで頑張っていきましょう。開幕のホームの開幕も取れれば、2つスタート。勝ってスタートできたら最高のスタートになると思う。集中していい週間になるよ。頑張っていきましょう。はい、行きましょう。おーおー、いい週間。行こう。Thank you.
して3秒。お疲れ様。明日はハードワークの日なんで、また明日のわけで集会で。いい集会できるようにみんなで努力します。はい。はい。先週の1週間本当にみんなでやってきたんで、今週もしっかりこの間の勝利を本当に大きなものにするためにも今週大事だと思うんで、一人一人がいい準備して1週間やっていきましょう。お疲れ様でした。スパイクが、何だっけ、リーチマイケルと一緒って噂を聞いてんけど、はい、それは本場ですか？そうですよ、サッカースラッシュラグビーなんで両方使えるんですけど、サッカー選手で見てる人は履いてる人見たことないです。なんかポイントが違ったりするの？いや、普通だと思うけど。でも僕これともう一個新しいやつ買ったんですけど、その届いたスパイクのタグにはラグビー用シューズ使いたいらしい。平常の時は出てる、平常の時は。まあでも全然サッカーでも使えるわけですね。これが動きやすいんですよ。ハードワークする日なんで、明日休みだししっかりやりきって、チュースから来ましたナジ生まれです、ナジでも生まれでも何でも呼んでください、練習で足りないとこもあるかもしれないですけど、なんとか食らいつくんでよろしくお願いします。ナイスティアゴスピード高いぞ。本数重ねるごとに加速もね徐々に上げていこう、横向きで。危ない。怪しいけど。ごめん。やべえ。
うわミスった。あうまい5点になってるやばい、ミスった滑った今の高谷のうまく赤い、やばいもうマッチなの俺の立ち位置が寄せてるね、最初からそうだよねこれじゃない中やってるありがとうございました。